大阪府立金岡高等学校は大阪府堺市北区にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1974年に誘致運動を受け、府立93番目に新設されたマンモス校。1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した府立高校の一つ。 1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、府立93番目の高校として1974年に開校した。堺市北区にある唯一の高校。学校の名称は、学校所在地近辺にゆかりのある小瀬かな丘の名に直接の由来がある。なお、地域にある神社。 金岡神社や地域一体の地名、金岡町も、小瀬金岡から取られたものである。通称、略称は、金高。教育課程は、全日制課程で、開校時から普通化。また、2003年から2学期制を導入していたが、2009年以降、3学期制に戻している。創立30周年を記念して、金、岡の2文字が読み込まれた、よさの秋子の歌詞が、 正門横に設置された。創立当初に制作された校歌に加えて、卒業生が作詞、作曲を担当した、いつまでも青空を全校生徒に歌い継がれていく、愛称化としている。クラブ活動では、ダンス部が2019年夏の日本高校ダンス部選手権で全国大会に進出した。2012年10月から11月にかけ、 同行の普通教室旨において外壁の補修工事が行われたが、この間、10月24日に石綿の一種である青石綿が露出した状態になっていたにもかかわらず、試工業者は気づかずに工事を続行した。その後測定業者が指摘したことで、石綿の露出が発覚したものの密封措置が取られたのは、その3週間以上後の11月26日になってからであり、 この間、通常通り授業や部活動は継続して行われていた。大阪府教育委員会は、飛散量は大気汚染防止法で定められた基準を下回っていたとしているが、石綿被害者の支援団体の独自調査では、もっと多く飛散していた疑いがあり、生徒らが大量に吸引した可能性もあるとの指摘が出ている。この校舎は、半世紀前の開校時の建設で、 旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2011年度から改修を行っていた。ありがとうございます。